ピックルボールのコートピックルボールはコートにおいてプラスチック製で中空のボールに多数の穴が開いたものを木製などの硬いパドルで打ち合う競技あるいはスポーツ。卓球、テニス、バドミントンを元に考えられた競技でルールや戦略などはテニスに準ずる。ボールの多数の穴によって空気抵抗が増し、ボールの速度が比較的低いので年配者や子供でもプレイでき。 幅広い世代の人々が楽しめるのが特徴。何より、プレイヤー同士の交流や体を動かしていることを楽しむことが主眼のスポーツでレクリエーション的な性格を持つ。公共施設や学校などにコートが作られていることが多い。1965年アメリカのシアトルのとある家庭で退屈した子が親に何か楽しい遊びはないのと求めたところ、 父親がその子のために家族で楽しめるゲームとして考案し、道具を自作し、それが次第に普及していくことになった。ピックルの名前は飼い犬の名前に由来する。主に北米で普及しており、愛好者は40万人を超えており、全米大会なども開催されている。特にミックスダブルスの人気は高い。日本においても中高齢の人でも楽しめる、生涯。 スポーツとして自治体などの主導で普及が図られており、現在急速に競技人口が増えているスポーツである。バドミントンと同じサイズのコートで行う。ネットは公式戦では、両端で9 1 4トル中央で8 6 4トルの高さになるように貼るよう定められているが、一般的には9 0トルの高さにする。日本では、一般的に、 バドミントンコートを使用するが、屋外コートとしては2017年4月に長野県佐久市にピックルボール専用コートが初めて完成し、2018年12月には国内2例目の屋外常設コートが長野県佐久市に完成している。なお、一般貸し出しはしていない模様。 直径 6.99cm 以上 7.62cm 以内、重さ 21g から 29g の中空のプラスチック製のボールの表面に多数の穴が開いたものを使う。屋外及び屋外療法に使用可能だが屋外では穴の小さいもの、屋内では穴の大きいものが使われることが多い。卓球のラケットに似たもので一回り大きくしたサイズの パドルと呼ばれるラケットを使用する。ただし、表面には、ラバー等は貼ってはいけない。安価な木製のものもあるが、より高い競技性を求めて、繊維強化プラスチックなどの複合材料のものが、用いられることが多い。パドルは、貝に由来することから、和名として一部では、貝玉と呼ぶ場合もある。テニスと同じと考えていいが、いくつか、相違点がある。 ありがとうございます。